ティトさん、ティトさん、程よい甘みもあって美味しいテキーラ、そんな贅沢なお酒ありますでしょうか。なるほど、程よい甘みのテキーラ、まあ、これとかどうですかね。あの水、アガベ、酵母、この3つしか使ってないんですけど、すごい上品な甘みのある、めちゃくちゃ美味しいテキーラ、自然な甘みっていうんですかね。で、例えばですけど、あのテキーラ飲み慣れてない、初めてだよって人にも勧めたりするんですけど、あ、これなら飲める、あ、これからなら好きになれそうって方が結構いる美味しいテキーラで、あ、そうですね、あの、まあ、作りも本当にこだわってて、ごめんなさい、あのこの細かい話はね、あの今見てらっしゃる人知ってる方も多いかもしれないですけど、ちょっと道場先生に聞いてもらえば全部教えてくれるので、ぜひともよろしくお願いします。